はい、時刻は4時を回りました。繁栄軍師純英の人生好転ラジオ、ここが私のターニングポイントのお時間です。この番組は毎週素敵なゲストをお招きして、その反省を伺いながら、その方のターニングポイントでどんな出来事があり、何に気づき、どう行動したかをお聞きしています。毎回語られる様々な人生好転ストーリーの中から、ラジオを聴いてくださる皆様の生き方のヒントにしていただきたいとの思いからお届けしております。本日は沖縄の読谷村にあるホステルカプセレントのオーナー具志一郎さんにお越しいただきました。具志さん、今日はよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、これでいい？あ、いいですよ、大丈夫です。具志さんとはもうお付き合いも10年ぐらいになるんですけど、うん、すごいね、お付き合い始めた頃から今のスタイルになるまで随分変わって いく、うん、様を身近でちょっと見させてもらってるんですけど、今ね、読谷村でカプセレントをされてて、まあ、あのホームページもね、今日初めて見たんですけど、タイトルね、キャッチコピーいいですね、奇人変人ハウスへようこそとか、あなたが普通じゃないから世界はこんなにも美しいとかっていうね、素敵な言葉なんかにもからスタートして、まあ、ストーリーが書かれてるんですけど、まあ、ラジオ聞いてくださってる方は武士さんってね、まあ、見た目ねなんかヘビメタかなんかしそうな感じの雰囲気ですけど、まあ、自己紹介しながら現在どんなことされてるのかっていうのをちょっと、自己紹介していただけたら嬉しいです。はい、はい、そうだな、まずじゃあ先ほど紹介していただいた、うん、ゲストハウスホステル、はいはい、ホステルっていう名前つけてもなん、ホテルと違うのみたいなことよく言われるから、はいはい、あ、ゲストハウスですよみたいなこと言ってるんですけど、はいはい、一応タイトルとしてはホステルっていうふうにやってます、はい、で、じゃあホステルの説明をちょっとやっていい？あ、どうぞどうぞ。なんていうかな、バックパッカーが使う安い宿みたいな感じですね、はい、で、基本的にこう2段ベッドに、うん、にみんな寝て、うん、この他の、リビングとかトイレとかそういったのを全部シェアするようなスタイルの宿になってます、うんうん、で、まあ、うちの場合は特に、いわゆる普通の2段ベッドをポンと置いただけではスタイルではなくて、うん、ちょっとね、一人一人のこうベッドを広く作った、うん、カプセルホテルみたいな仕組みにしてて、うんうん、そのカプセレントっていう名前もエクセレントなカプセルホテルを合体させると、カプセレントでいいんじゃないみたいな。おー、そうなんだ、それで合体させて、合体させて、なるほど、うん、っていうふうにして、まあ、そういう、宿をやってますと。あとなんだろうね、はい、最近はこの読谷とか中部とかで、ね、はい、不動産をやってる仲間たちと一緒に勉強会みたいなのをやってます、はいはい、で、タイトルとして初心者、超初心者向け不動産投資のあれこれ教えますっていうのを、うん、やってて、うん、で、僕らあ、だからそうですね、だその前提として、はい、不動産をやってますっていうところ言わんといけないですね、多分ね。そうですね、もともと、まあ、オロクの方にね、はいはい、大きい、うん、マンションをね、はい、所有されてて、そのつながりで最初僕ともね、そうです、そうです、うん、出会ったっていうのもありますけどね、うん、はい、そうですね、だから、宿やってます、うん、不動産でアパートを貸してます、うん、で、その経験を生かして、うん、そういう初心者の人に、うん、どんな不動産を やりますよみたいな教えるグループをやってます、うん、で、なんだろうな、ラジオのパーソナリティやったり、はいはい、読谷やってますね、はいはい、で、あと、最近始めたので柔術クラブ、読谷柔術クラブの主催をやってて、あと何やってるかな、わかんない、もうわかんないですね。ここ気が向いたらいろんなこと手出して、まあ、多様性の塊ですからね、はいはい、まあ、多岐にわたってはご活躍されてるんですけど、うん、まあ、今のライフスタイル、まあ、この番組自体が転換期のお話を聞きしてるんですけど、はいはい、具志さんが振り返ってみて、うん、自分の人生の中で、うん、まあ、大きい転換期がピックアップと するとしたら、うん、どこにあると思います？やっぱり、子供が生まれたのは僕の中で結構でかくて、はいはいはい、例えばなんですけど、うん、昔バカみたいにタバコ吸ってたんですね、うん、で、うん、子供が生まれたからタバコやめたみたいなのもあるんですよ。お、
で、あのこれ天下切って言ってみないかな、はいはい、というわけでもないんですけど、じゃあタバコやめるために子供が生まれたっていう話ではなくて、はい、なんて言えばいいんだろうな、このまずこの僕立ち会いもしたんですけど、はいはい、めちゃくちゃ感動してボロボロ泣いたっていうのがあって、今でもね、うん、今ちょっとそのシーン思い出して泣きそうになってるんだけど、はい、あのなんだろう、生き物がこの世に発生する時の感覚っていうのがすごかったんですね、うん、あの動いてる、うん、その物体が動いてるっていうことに対して、うんうん、こんなものがあの人からなんていう動物から人こういうのほら生命が発生するんだなっていうのを感じた瞬間に、うん、なんか頭からスルッて一個なんか取れてるんですよ、うん、なんかあ人ってこういうものなんだなっていうところがあって、うん、で、僕の中でその生き物に対する、うん、だから生き物生命体に対する認識がだいぶ変わったっていうのがありますね、うん、例えばその、うん、お子さんが生まれた時の前と後って、うん、例えば、はい、奥さんとの関わりとか、はい、人に対する気持ちっていうのもじゃあだいぶ変わったってことですかね。そうですね、変わってますね、うんうん、それまではどんなんでしょう。それまではね、うん、基本的に何だろう、ずっと被害者だったですね。江口さん自身が、僕自身が、はいはいはい、僕自己認識として、はい、子供が生まれるっていうのを体験するまでは、うん、ずっと被害者意識があって、うん、生きたくないのに生きてるみたいなところがすごくあったんですよ。あでもそうやって生命体が生まれるっていう、はい、発生するのを見て、うん、あ俺も昔はこれかっていうところがあったんですね、うん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 、でちょっとなんかだから、そこで感じたのは、うん、能動的に生きようみたいなところ、うんうんうん、だから、被害者だったら加害者的な部分ですかね、うんうんうん、そういった感じが僕の中に生まれました、うん、でそれはやっぱりそれまで自分のためにはできなかったことでも、うん、子供のためだったらできるみたいなところがすごくあるんですよ、うんうんうん、なのでうん、そうですね、僕の中ではやっぱ子供が生まれたっていうのはすごい大きな、うん、出来事ですね。うん、はい、これは生まれてから子育て、うん、もうすごくまた独特な教え方されたりとか、はいはい、やっていってるじゃないですか、はい、ちっちゃい時から例えばたくさんの、ね、うん、親御さんとかもうゲームとか、はいはい、機械とか、うん、なるべく触らさないようにするのにちっちゃい時から iPad を与えたりとか、うん、はいはい、まあ、そういう機械になるべく、はい、触れさせたりゲームをさせたりっていうのをね、うん、やってたりするんですけど、これやっぱりあれですか、ご自身のちっちゃい時と重ねて、うん、子供たちとの接し方っていうのもやっぱあります。そうですね、うん、まあ、子供にゲームをさせるっていう部分に関して言えば、うん、僕がねゲームで生き延びたところ部分がいっぱいあって、ほう、じゃあそうだな、じゃあ例えば、まあまあこれ分かる人いるかいないか分からないけど、うんうんうん、女神転生っていうロールプレイングゲームがあったんですね、うん、はい、その中で一つ僕の価値観をガラッて変えたのがあって、うん、モンスター、はい、ロールプレイングゲームでモンスター戦いますよね、はい、モンスターが喋りかけてきて、悪魔を殺して平気なのっていう風にして語りかけられた瞬間に、ほう、あ、俺はこうあっち側から見たらただの殺人鬼だみたいなことを思い始めてから、はい、なんかパッてなそれ以外のものの見方も全然変わってしまったんですね。善悪の境目が分からなくなりますね、うん、そういう問いかけくると、そうそう、あっちはあっちで普通に暮らしてたところに、うん、僕はロールプレイングゲームの勇者として入り込んでって、うん、そこら辺に生きてるモンスターたちの集落を荒らしまくってる、うん、視点を持ってしまったがしまって、うん、すごい複雑な気持ちになったんですそうです、ね、最近あれ分かります、はい、桃太郎の、うん、研究をした小学生か中学生かの話があって、実は桃太郎は略奪しに行ったんじゃないかという見方があるわけですよ。おなるほど、鬼ヶ島に、はい、宝をそうそう強奪しに行ったそうそう、なるほど、それもまた一つの視点で面白いですね、うん、面白いなと思って、僕はゲームからそういうことをやったりとか、うん、あとですね、アメリカに留学してたんですけど、うんうん、英語なんか喋れないじゃないですか、うん、ちょうどその時に、うん、
ストリートファイター2っていう対戦ゲームが流行ってた時期です。はい、ゲームセンターでも並んでましたもんね、うん、そう僕アメリカ人そのゲームが上手だったもんだから、はいはいはい、アメリカ人に認められてこの生徒たちの大学生の中で認められたっていうのがあって、はい、英語は喋れないんだけど教えてくれ、うん、教えてくれって言って来たのをあるんですね。なるほど。その経験からやっぱり子供さんにもそういう、うん、あの一つの幅を持たせるためにっていうことなんですね。ゲームがダメってことはないっていうのはもう最初から思ってたし、うん、今ほら e スポーツって言って、うん、世界中でこういったゲームで競技するっていうのがもうできてきてるんですね。ほう、カテゴリーとして、はい、ほう。で今だったら例えばほらゴルフとかも、はい、優勝賞金 何千万とかって話なんだけど、はい、遊びじゃないですか、はい、ゲームでも一緒じゃんっていう。あ、まあ、そうですね。競技者がちゃんといればそれに対して、はい、賞金がつけばちゃんとあれになるし、うん、だとしたら子供の頃からやってた方がいいなっていう気持ちが相当あったんですよ。ある意味英才教育ですね。そうそうそうある意味ね。まあ、ゲームの話もそうなんですけど、はい、ただ子供さんの環境、うんうん、まあ、元々オロクに住んでたのが、はいはい、読谷に越したじゃないですか、うん、はい、それなんかきっかけってあったんですか。あ、ですね、うん、そう、オロクの保育園に通ってたんですけど、はい、子供も、うん、ちょっと何度かこうパニックを起こすような時期があって、はいはいはい、で、ちょうどその保育園に、うん、そういった子供の発達の先生、はい、が来るっていう話になって、うん、でうちの子を見てもらったら、うん、ちょっと後半性発達障害の系がありますよみたいな話になったもんだから、うん、あ、多分でその時にね僕発達障害っていう単語は知ってて、うん、あ、やっぱりいいかみたいなのがあったんですね、うん、だとしたらちょうどこう保育園から幼稚園小学校って上がるタイミングで、うん、ちょっとなんていうのかな、公教育のルールでがっつりされた時に苦しくなるだろうなという気持ちもあったんですよ、うんうん、でこれは自分の経験もあるんですけど、はい、だとしたらじゃあどうするって言って嫁さんと相談して、うん、でいろいろこうフリースクールとか、うん、そういうカリキュラムのない学校みたいなのをいろいろ調べて、うん、でその時に読谷にそういう読谷自然学校っていうのがあるっていうのに行き着いて、はい、で、最初ね那覇から通おうかなとか思ってたんだけど、うん、考えてみたら僕那覇にいなくてもいい仕事じゃないですか、まあ、そうですね、っていうのはそうですね、場所には縛られないですからね。そうそうそう、はい、だからそう思った時に、うん、あ、じゃあ読谷行くかと、うんうん、いう形で読谷に引っ越したっていう感じですね、うん、でそのタイミングであれですか、カプセレントもオープンすることは決めてたんですか。いや、その時は決めてないです。お、うん、ね、そこにだから行った時には、うん、なんていうかな、そういったシェアハウスとかをやりたいなという気持ちで、うん、はい、引っ越しはしてるんですね、はい、ただ、嫁さんがダメだっていう話で、まあ、でも自宅にね、泊めるっていう話をして、そうそう、奥さんと大喧嘩したっていう、ね、そうそう、話してたもんね。いや俺下宿とかあるじゃんとかって言ったんだけど、いや他人がいつもいる状況嫌だって言って、どうしよっかなって言って、ずっとなんかこうそこではなんていうのかな、不動産に関して言えば、はい、まだなんかいろいろ考えてた時期ですね。うん、まあ、それも一つの、引っ越すきっかけではありました。うん、なるほど。うん、で読谷に行ってから、まあ、実際にこの、うん、民泊っていうかゲストハウスをするっていう、はいはい、発想が出て、うん、それから、まあ、カプセレントに、うん、発展していくと思うんですけど、うん、一旦ここでですね CM 入れさせてもらって、はいはいはい、じゃあそこにつながる話、まあ、現在につながる話をちょっと聞かせていただきたいと思いますので、はい、一旦ここで CM 入れさせていただきます。はい、あなたの広告、街中で大きく宣伝してみませんか。伊佐交差点近くの大型ビジョンデジタルサイネージなら、交通量の多い国道58号線沿いで PR に最適です。毎月1万円から掲載可能。広告内容も幅広く対応しています。お問い合わせは 934-1111 クレド株式会社まで。お母さんの幸せ、それは家族の幸せ。心からの手当てで、心からの医療を。アイレディスクリニックは小さな命を守るために早産ゼロを目指します。軽自動車の時代、ゲーが待っ
ドイビンド長浜モーター鈴木の新型ソリオか B がやっしゃいビンド長浜モーター宜野湾中古車街道ど真ん中黄色い建物が目印軽自動車のスーパー長浜モーターはい、繁栄軍師陣営の人生好転ラジオ後半です。前半では牛さんが、子供さんが生まれて自分の人生観がすごく変わったと、で、まあ、いろいろな、出来事を経て、読谷村に引っ越してきたところをお聞きしましたが、引っ越してきて、どうでした？生活っていうのはだいぶ変わりました？だいぶ変わりましたね。いろいろ変わってますよ。だから、例えばお酒やめたこととかもすごく、はいはい、読谷にいたっていうのはすごく重要だし、なんだろうな。いや前はねすごい一緒酒飲んどっても、あれですもんね、もう途中から記憶がないとかってよく言ってましたもんね。でもすごいね禁酒してる期間今も続けてるんですよ、もうお酒は飲んでないんですよ。すごいね、そこからやっぱりやめられてっていうのはすごくいいし、やっぱり飲み屋街からちょっと離れた自然の中にね環境を置くっていうのもすごくいいかもしれないですね。そうですね。でこれカプセルントをオープンするときってどうなんですか、ご苦労ってなかったんですか？苦労ですね、いろいろありましたよ、苦労自体は、例えば、やっぱ一番大きかった苦労っていうと、こう一緒にやろうって言ってた人と、ちょっと喧嘩になって別れてしまって、一人でどうにかやらんといけなくなったっていうのが一番大きな苦労ですし、そこからまた追い打ちをかけるように、保健所とのやり取りがガタガタあれすごかったですねでも見てても、あれなんですけど、深刻な苦労に捉えてないような感覚があって、いや深刻でしたよね。やってること大変ですよ大変なんだけど、ある意味ちょっと楽しんでるようなところがあるじゃないですか。そうですね、そこではやっぱなんか、そう、それね、もしその前に僕、ほら親検定とかで先生や、講師やってますね、講師やったじゃないですか、それがすごい僕の中で経験としては大きくて、トラブルもネタになるわっていうのを学んだんですよね。そうですね、はい、トラブルが多いこと話すネタもね増えるからいいですね、だからトラブルが来た時に、もう最初はムカつくんですけど、ちょっとやるともうこれネタにするしかないなっていうのが出てきて、大体よっぽどじゃない限り、もうネタにしようっていうネタにしようっていう風になりますね、その失敗とか苦労の、この前までこのルールでやってたらいきなりルールが変わったとですね、頻繁にあったじゃないですか、そういうのもね、また講座とかもしてもらったりとかってしてたんですけど、実際にじゃオープンされてどうですか、やっぱり人の流れっていうか、関わり方って、だいぶ人との関わり方って変わったと思うんですけど、宿として言えば、大苦戦ですよ。あ、そうなんですか、はい、大苦戦、今までだからアパートとかだと、1ヶ月ごとに家賃いただけて、最低一応名目上2年縛りみたいなのがあるじゃないですか、2年間はちゃんと入ってくるっていうのがあるんですけど、宿って僕がやってるようなこの、安い宿だと大体1泊200ぐらいで、なおかつ1個ずつ安いもんだから、もう数回転させてやらないといけないなっていうのは最初からあって、今年は夏のハイシーズンなのに、でっかいキャンセルがコカンって入って、うわどうしようっていうような厳しい状況が今来てますね。で人との関わり合い、ぶっちゃけこういう宿に来るような人って、面白い人が多いですよね、ちょっと特殊な、特に愚痴さんのところは特殊な感じしますよねだって一人旅でバックパッカーやる人なんかさ、なんだろう、ちょっとね、なんかイメージってあるじゃないですか、この、キラキラした旅行がではない人なんですよね。なんかどっちかというと自分に向き合うために、旅をしているような方も多いですもんね。とかあと沖縄だったら、そうですね、
印象深いのは、うん、この辺野古に、うん、高屋にか一緒に並ぶために来たっていう人が泊まりに来てて、はい、その人とはね、うん、夜中の3時ぐらいまで話しましたよ。ほう、お面白かったんだ話が。じゃあその人の 思いとかっていうのに響いたんですか。なんだろう、その人も沖縄の地元の人の意見が聞きたいみたいな感じで。あ、そうなんだ、うん、あで多分だから反応が違ったんだはず。 俺はねほら、うん、あまあまあどっちでもいいんじゃないみたいな感じだからそうですね基地反対とかじゃないからじゃあ基地を作れとでもないから。そうですね、うんうん、中央の世界で生きてますもんね、真ん中でね。そうそう、うん、ネタになるんだったらどっちでもいいんじゃないみたいな感じなんで多分そのゲストの方は、うん、なんかね聞きたいのは多分違うことが返ってきたんじゃないかなと思って、うん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 、でその後実際こういう話もあるよ、あんな話もあるよ、うん、軍用地ってのもあるよとか、うん、あとなんだろうな、そういう、いろんな立場の人がいて、いろんな沖縄の人がいるよっていう話を伝えて、うん、りとかしてたら、まあ、3時ぐらいまでずっと話してて、うん、まあ、あんた明日またバス乗って行くんでしょうとか言って、うん、っていうのが早く出た方がいいよって、ね、でも確かに人ってそれぞれ正しさを持つじゃないですか、うん、はいはいはい、正しさがこれが絶対的って思ってそこに意見に縛られるっていう、うん、考え方に縛られて、うん、周りが、見えなくなったり、うん、自分が見たいものしか目に、うん、チョイスしなくなったりするんで、はいはいはい、そういうその方にしても、まあ、まあ基地反対っていう、うん、まあ、一つの考え方をお持ちの方なんですけど、はいはい、違った視点を持ってたっていうのは、まあ、大きい出会いでありますよね。そう牛さんのところで、ですね、その方の人生にとってもやっぱり違う視点を持つきっかけっていうのはなかなかやっぱり、うんうん、環境が固まってると持てないと思うんで、うんうんうん、そういう意味ではアパート経営とは違って人との人生に直接やっぱり関われたり、うん、そうですね、聞く機会があるっていうのはすごくまたいい仕事でもありますよね。そうですね、うん、やってみてなんかやっぱり良かったっていうところあります？良かった、うん、なんだろう、やっぱ今言ったその人との関わりが、うん、直に関われるのはいいですね、うん、で、まあ、まあ一番いいのが、うん、自分が遊びたいって思ったことがすぐできる環境を手に入れたっていうところがすごく大きくて、例えばさっきの柔術をやるって言ったのも、はい、その場所があるからパッとやろうと思ってできるっていうのもあるし、あと最近カメラをいくつか買ってきて、うん、こう YouTube 配信とか、うん、Facebook 配信とかをやろうとしてるんですね、うんうんうん、でそれも場所がない人は、うん、その場所を確保するところから先、はい、うん、やらないといけないじゃないですか、はい、僕はそういうゲストハウスのロビー、コミュニケーションスペースがあるんで、はい、そこでさっとやりたいことができるっていうのもやっぱゲストハウスやってよかったなっていうのはありますね。あ、これうん、この映像の収録も含めて、うんうん、このスペースって借りることもできるんですよ。あ、もちろんもちろん。あ、本当ですか。うん、あ、今度また相談させてなるほど、はいはいはい、いや、そういうのをやりたいなって思ってる人なんか、うんうん、結構いらっしゃると思うんですよね、はい、うん、あ、面白いな、うん、そういうともね。でその思ったことを、うん、まあ、遊びも含めて、うん、まあ仕事と遊びの境目が仲がなくなってたりとか、うんうんうん、でその仕事だから頑張らんといけない、遊びだから気を抜かんといけないっていうその境目もないじゃないですか。ないですね、うん、まあ、逆に遊びだから力入れて仕事だから気を抜いてっていうところも、うん、あるじゃないですか、その流れでいけば、その、囚われないっていうところでね、うん、生きてらっしゃる牛さんですけど、うん、今後なんかこういうのをやりたいっていうのあります？今後こういうのをやりたい、うん、ちょっとね、だからさっきもちょっと言ったんだけど、うん、宿が苦戦してるんで、うん、もうこの宿をね、うん、ちょっと特殊な形にしたいなと思ってて、なんだろう、まあ、俺とこうやっておしゃべりをすることによって、はい、なんか自分自身が何をやるとパフォーマンス上げ、パフォーマンスがいい状態になれるのかなっていうのを提供できるサービスにしたいなって思ってます。占い師、カウンセリングとかそういうその人を整えるっていうこと。そうそう、整えるっていうような感じ。なるほど、はいはい、はい、うん、
それいいですね、うん、でもあの分析とかねすごいまた虫さん得意なん で、うん そうですね、そういう関わり方なんかもねあの、うん、ぜひあの虫さんの方にちょっと連絡してもらいたいんですけど、うん、ちょっとねおしゃべりしてたらあっという間にちょっと時間になっちゃったんで、あの、うん、いろいろお聞きしたいんでまた続きとか、はい、改めて、はい、ビハインドストーリーの方でお付き合いいただいたら、はい、カプセルの方で今度収録させてください。全然全然、はい、やりましょうやりましょう、はい、今日はもうあのお忙しい中来ていただいてありがとうございます。ありがとうございました。はい、はい、あの本日のゲストは、沖縄の読谷村にあるホステルカプセレントのオーナー具志一郎さんでした。また来週お会いしましょう。さようなら。さようなら。宮城さんが出てくれますんですけど、はいはい、で16日が脇さんが出ますんですよ。9月の2日月曜日だと2日行きます。